営業ありがとう。どうも。おはようございます。昨日もおでんがいっぱい出ちゃったから今日全部作り直したよ。ニューおでん。おでん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 。レッツゴー。レッツゴー。おでん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 、レッツゴー。だって昨日全部できてたの。4分の1を投げてやる。あとは自力で頑張れ。何のいくら滞納の金額果てしねえよ果てしねえよ。ああ遠い未来の話になっちゃうよ。ああよししゃあねえな。なんで昨日も鯛捨てたの。鯛捨ててはいないよ。だって牛お汁作ってやったじゃん。あらで。あら汁出したじゃん。うん。だって食べてったじゃん。あの、ね。二人とも。だ二人前で作ったから一人の量が多くなっちゃったけど。うん。まあ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 。じゃ内臓は捨てるよ。悪いけど。鬼滅の佐野、熱子。はい。いい見ていい。いや、こんな仕事の時しか神楽坂来ねえよ。いや、ゴリ全滅の佐野の派だよ、うん、な。トマトありがとう。あらす。来てるわ、こつ。民間、流行りと女は乗ってなんぼ。乗れてねえなあ。ああ今日は意外とあったかかったで。俺1時ちょっと前ぐらいに家出たけど日差しが、うん、大阪はね晴れてた。あ、今も晴れてるけど今日の予定はないよ。うん、基本うちの店ないで予定は。昨日は何時ぐらいだろうな、午後
ゆきちゃんから LINE あって今日やるのって言われよっつって、うん、まあ、そりゃ日が出てなきゃ寒いよ。あ、そりゃ今日あれだな、冬至じゃねえかよ。ゆず湯ですか冬至は。ゆず湯だっけ。その防火トビアいらっしゃい、いつもありがとう。勘弁しろって。だから外歩くときには俺さすがにこれ T シャツ1枚では歩かねえよなあ。ゆず湯とかね、あとは春はあれだろう、勝負湯かなんかあるんだろう。いやさすがにキモいって。いやちょっと待って、もうすでにキモいおじさんなんだからいいべや。兄は別に好きじゃない、好きではない。これあれだな、スイングにした方がいいかな。いつかは見ようとは思ってるよ映画は。いやだから俺映画館嫌いなんだよ、あれ鳥目だからよ。ああダメなんだ俺映画館。メンバーシップ放送って何よ。アフリカリスナー、アフリカリスナーってことはアフリカっていうサイトがなんか前に昔あったような気がするけどな、そこのことかい。違う、ハイスクール決め組が似合うと思う。ああちょっと手前のその俺あれ昔あれ見てたよ、あの漫画は読んでた、マカロニほうれん草は。うん、懐かしいだろ。知らないのマカロニほうれん草。マジっすかね、あ、わかんねえ。あ、そう。じゃあ若いんだな。俺と同年代だったら大体知ってんじゃん。ああ。懐かしいよな。大体ガキデカとかよ。あの辺。知ってりゃみんな知ってんじゃねえか、ドカベンとか。うん、めちゃめちゃ読まれてた本だと思うよ。
いや古いけど金土な、うん、金土日曜な、八丈島のキョンだよ、アキレカは。うん、あれ八丈島に本当にキョンとかいるのかね、俺見たことないけど。天様じゃ若いのね。うん、ドラゴンは77年なら俺生まれてないわ。ああ。ケビ。トイレット博士もあったな。YGF って何よ。原ちゃんのところだってそれは俺がさ、ゆいがと別に仲悪いわけじゃないから。うん、アパッチ野球部知ってる、知ってるよ。うん、ちょっとよ、アパッチ野球部ってよ、あのドカベンとかとは違ってよ、あの劇画タッチなんだよな、荒くれ者のよ野球集団でよ、確か殺人スライディングとかそんなのあったよな、アパッチ野球軍で。侍ジャイアンツは知ってるよ。いや、そう考えたらよ、昔よ、野球漫画多かったな。今はほら、スラムダンクとかさ、幅広くなってきてんじゃん、いろんなスポーツの。穏やかじゃないね、そのスライディングが。だから、いや、うん、チンピラみてえな、野球団なんだよ。うちの頃なんてもう漫画なんか俺が見る年じゃねえよ、アニメなんか見ねえから。あのテーマソングぐらいは知ってるよ、うん、見ない見ない。だってもっと他に面白いテレビ番組とかいっぱいあったもん。ドゴン城がいる世界ね、ヒロシの T シャツに貼り付いてな、うん、うー、花の応援団は読んでない。うん、だって俺のさ時代って少年ジャンプ一択だったからね。少年マガジンよりもどっちかっつったら少年ジャンプの方が売れてる漫画が多かったんじゃねえか。うん、ヤンマガっていうか少年マガジンが売れ始めたっていうか、あのちょっと後の方だよな、うん、あ夏いな、ロータスヨーロッパとかな、あ懐かしい。おっと 2% 昨日もくれたじゃん、体健やかちゃん、舐める決まった、あだす。
北斗の拳とドラゴンボールが始まる世代。トマトは俺の時はもう全然そんなんじゃないもん。俺の時は釣り吉三平とかだから。ああ、ガンダムはね、残念ながら俺は見てないんだね、うん、もうああいうね、なんかああいう系統はね、俺宇宙戦艦ヤマトで終わってるね、うん、あと39で終わってる、うん、非現実的なあのものはその世代で終わってるよ。ゆうちゃんありがとう、茶はくなぶる、決まったあらす。先駆け男塾だっけ、名前だけ知ってんな。俺も見てないよガンダムは、うん、俺はその前のだから宇宙戦艦ヤマトとか39って銀河鉄道39とかだよ、うん、さあ行くんだそのカモもあげた、汽車は闇を抜けて、歌えるかもしんねえな俺アニソンも。ああ、いやうまいから俺マジで。ああ歌は確実に。高地のぼるさんですか、今日なんかテレビ出てたよな、あれもポン中だぜ絶対に。あのよ、一番ダメなパティーンなんだよ。あのね、お薬ちゃんやるじゃん、特にシャブはなやるだろ。ああやって講演会で話すってことは自分の脳みその中でやってた頃の記憶がフィードバックするから。ああ。で結局周りにいる人間がみんな経験者じゃん。なあ、一発で崩れるから、その中の誰かがやりたい。わかりやすいでしょ説明が。だって考えてみ、もう薬はコリコリだ、やりたくもねえ、薬の話もしたくねえってなるのが普通なんだよ。わかる。普通は彼らの中は梅干し見たらあの口の中がよだれが出てくるようなもんだよ。ああ、わかる。脳がもうそういう仕組みになっちゃってんだから。ああ、
簡単に言っちまえば。実はナックルを見て語ってるんじゃないやろうな。俺が。清原 YouTuber になりました。清原は天才だからね。いい感じで牛すじもできてきたね。うまい。えい。いや別に逃げてないから、どこにも。おめえらはいつも逃げてんだよ。自分の身分をめくられることにな。プルっちゃってんだよ。だから電話もかけてこるに。プルってんじゃねえぞ、この野郎。おい。ああ。あわわわわわの靴しやがってよ。ワクチンを打ってるニュース?いや、俺のところワクチンなんかよ、この打たねえよ。だから一回かかっちゃうのはしょうがないんだよ。一番そっちの方がうめえ、いいんだよ。話になんねえもん。じゃあ何しねえ、ここ来てんだよ。話しに来てんじゃねえんだったら帰れ、バカ。何が嫌いよ、通じない。逃げてんじゃねえか、じゃあてめえの方が。おい、プルってんのかよ。おい、生きてんじゃねえぞ、あんまりよ。お前家に帰れと、帰ってるよ毎日よ、バカがよ。帰ってね、手にしたいだけだろ。お前ほんと家がなくなるとかそういう話題好きだよな。腹に関してもよ。大丈夫かよ。俺の目の前で、だからお前に興味ねえんだっつってんだよ。せえな。タコスケがよ。そうだよ、俺だって店だってよ。おお、なるほどなと思って。体はなんかリズムに慣れたら店出てくるの楽しくなっちゃってよ。
基本嫌なこと絶対やんない人だからさ。だって起きないしょうがねえじゃんよ、神楽坂よ。にっちもさっちもどうにもブルドッグじゃよ。ね。でも体もね、あの店出てると、あの慣れてくるね。うん。慣れてくるっていう言い方が正しいかどうかわかんないけど。うん。最近よ、俺もよ、エコバッグなんかよ、持っちゃってよ、だいぶ昔とかあったな、俺も。よいしょ。だって開けなきゃパンクしちまうもんよ。開けてんのかと言われたよ。そこはまたどうなの、トゥーなの、ドゥーなのなっちゃうけどよ。開けねえで開けた方がいいで。とりあえず協力金もらっていろいろ生産して働かない佐野にも。なんでだよ、やだよ、やるよお店。何時今？あ、3時半じゃねえかよ。どうしようかな。5時か。5時になったらだな。AF が彼氏募集中らしいけど、佐野さんどうですか？いや、結構です。はい。そこそこ金持ったらヒッキーに戻ると思う。おい、やめろ。だからあれ、組長の元女だろ？なあ、飯食えよ。褒めるとか褒めねえとかいいよ。それよりお前あれだよ、香川の店っていうプレオープンじゃなくて本ちゃんオープンいつなんだよなあ。結局あの人の言ってることが当たってたとか言ってた AF が。俺なんか言ったっけ？あんま言ってねえと思うけどな。だって個人的に付き合いがねえから会ったこともねえし。班長だろ。班長ではねえけど。